石川さん、こんばんは。よろしくお願いします。これは今、ポッドキャストに配信中になりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。リアルタイムというよりも、後ほどアーカイブ音声として、ポッドキャストの方にシェアしていきますので。じゃあ、石川さん、ちょっと自己紹介をしていただいていいですか？私は大阪に住んでいます。で、介護をする人も、介護を必要な人も、社会も、笑顔になるような、特に認知症のサポートで悩んでおられる方が、このカンカン認知症学区を知っていただいて、笑顔で日々暮らせたらいいなというふうに、そういった活動をしています。よろしくお願いします。ありがとうございます。石川さんのこの介護はもう長いことやってらっしゃると思うんですが、その介護の、仕事歴っていうか経験も少しご説明をいただければと思いますけど。介護保険の前から、いわゆる措置の時代から、訪問介護を少し、してたり、訪問入浴とかもしてたんですけれども、私がその今言っている認知症というところや、いろんな人の暮らしをサポートするっていうのを本格的には、介護保険が始まった2000年の、初日には、訪問介護のサービス提供責任者というところで、仕事の方をスタートしました。で、それ以前にも少し、障害を持つ子どもたちの、施設とかでも少しお仕事の方をさせてはいただいていました。で、今言ったような、介護保険が始まってからは、特養も、それから小規模多機能を、そしてデイサービスやグループホームの、そういった、管理者や相談員もしながら、で、実際にケアマネージャーもさせていただいてまして、私はナースではないので、訪問看護は、したことはないんですけど、それ以外は、ほとんどの現場で、今日に至るまで、いろんな施設系も、在宅系も、お仕事の方はさせていただいてます。介護保険が始まる前からっていうことですけど、介護保険が始まったのが2000年でしょ？そのあたりから認知症ケアという考え方だとか情報が随分変わってきたように思うんですよね。だから石川さんの中で介護保険前、介護保険以降ということで、認知症の方々の、何ですかね、数だとか、あるいは、ケアの中での捉え方ってどう変化してるんですか？国の施策でも、介護保険が始まった時には、脳梗塞の、と寝たきりで、排泄介助がいる人とか、車椅子で、移動時にサポートがいるっていうような人を、主に、考えたような感じでしたけれども、介護保険が始まった、2010年ちょっとぐらいか、10年間はそういう形でしたけれども、ここ10年は、その方のたちに加えて、やっぱり認知症の人がすごく増えてきたことと、そして、認知症のケアが、やはり知識とか、経験とかがないと、サポートすることで余計混乱するというか、やっぱり専門性が、いるお仕事っていうふうに私は認識してまして、そこで私は介護がすごく変わってきたなと思ってます。で、だからその最初の10年間は、もうほとんどが今言った脳梗塞の身体介護というそのおむつ交換だったりっていうようなことが多かった介護の負担ですね。だからデイサービスに行っても、そういう人のことですし、入所、特養もやっぱり家族がそれができないというようなところでしたけど、今はやはりそういう、サービスがたくさんいる人っていうのは、認知症を持った人のやっぱり介護というところにサービス量は多くなってきてるような気がします。その関わることによって逆に混乱を起こしてた時期があるっていうのは、もう少しちょっと詳しくご説明いただいていいですか？例えば施設であれば、帰りたい帰りたいって言って、帰宅願望と言われますけど、お家に帰りたい人を、どんなふうに、そこで、納得していただいて、入れるのかというのが、一つの、なんていうかな、皆さんの課題やったと思うんですね。で、同じように、
夕方になったら帰るデイサービスも、その、例えば9時から3時とか4時までだったら、その期間をどんな風にそこでいてもらうか、帰りたいっていう人を帰らずにっていうような形ですよね。うん、で、まあ、訪問介護でも、まあ、行っても、私にはそんなサービスがいらないから、もう帰ってくださいっていうようなサービスを、まあ、断る方が、その認知症という人には、こう、見えてきたわけですね。で、それが脳梗塞の方とかっていうのであれば、そのサービスを、自分からいらないっておっしゃることというのは、それまでのことはなかったわけです。で、ですので、こう、望まないというか、本人がそれを必要としていない人にサービスを提供するっていうのが、認知症のそのケアではすごく大きくなってきたので、その時に、まあ、火に油を注ぐというか、もう帰りたいから帰らしてっていう人に、いといてくださいっていう、こう、うまくコミュニケーションできなかったら、そこで帰るって言って、デイサービスなんとか、特養でも、まあ、ドア破ってでも出ていこうとか、もっと言ったら、2階の窓から飛び降るとかっていうようなことにやっぱりなっていくので、こう、関わることで、余計、まあ、混乱するっていうようなことが、本当に初期の頃は多かったんかなと思います。それは、訪問介護のお仕事してたんですか？はい。はい、うん、ご自宅で暮らしてても、脳血管障害系の認証の方が多いので、体の麻痺っていうのは当然あったそうです。最初の時は、脳梗塞とか寝ておられて、なおかつ認知症がある方っていうのが多分在宅では出会うことが多かったと思うんですけど、でもすぐに、もうご自身ではお料理ができると思っておられるけども、そのぼやを出すぐらいのそういうふうな、こう、日の当たり方ができないとか、自分でお洗濯ができない。だけども体は元気で歩き回るというような方たちが、2000年の、まあ、10年ぐらいから、12、3年からどんどん増えてきてますね。で、それがもう今は、もうそういう家事援助ができないというよりも、もう、まあ、そんな人もおられますけれども、ご自身で、まあ、歩いたりする歩行も不安定だったりとか、演劇の飲み込んだりがもうしにくいが、食事の介助が行ったりとかっていうような認知機能の低下をされた方っていうのも、たくさんケアの対象者になってます。うん、僕も介護保険の前から介護の仕事をしてますけど、うん、本当に知らなかったですよね。認知症の情報が全くなかったわけじゃないけど、まだまだこのパターンだとか状況っていうものの整理が全くついてなくて、なんとかこう不安を煽るような情報が結構多かったっていうね。で、今思えば、あの人たちって認証だったのかなっていう人たちも含めて認証ってくくられていてね。で、どちらかっていうと閉じ込められてたような、この路地ホームの場合ですよ。ですね。で、確かにね、1990年代の頃って、正しい統計データがあったかどうかってのはちょっとわかりませんけど、7割が脳血管障害認証っていうふうに言われてませんでした？だと思います。介護が必要に なった理由という、まあ、統計毎年そういうのが出てたと思うんですけれども、その時まだ、2000年の前まではほとんどが、心筋梗塞とか脳血管性のその疾患とかっていうところと、あと転倒、骨折によるっていうようなところで、認知症による介護が必要になったというのは本当に 2,3 割もあったかなかったかなって私も記憶してます。そうですよね。いや、僕もそういう感じで、認知症っていう問題、課題は ずっとあってね、それなりに勉強はしたけど全然分かってなかったし、それを専門にしてる人もあまり多くなかったし、で、まだまだ医療の中にあってね、で、例えば3割が脳血管障害、7割が脳血管障害系っていうことは、やっぱり麻痺が伴うので、はい、介護の中心はどうしても身体介護に行くっていう、お風呂介助だとか、動かすとかね。だからそういうところに、やっぱりすごい注力してたような時代ですよね。はい、で、認知症のグループホーム、通称、
今なんて言うんでしたっけ、認証共同生活対応型生活介護ですかね、共同生活介護、はい、まあ、通称グループホームと言わせていただきますが、あれが介護保険ができる直前に日本にスウェーデンから導入されて、まあ、僕はその初期の立ち上げに関わりましたけど、本当にね、最初の入居者入れた時に夜にみんな大暴れするんじゃないかと思ってビクビクして最初の夜を迎えたの覚えてますよ、うん、あの出入り口に夜ね、家に帰らずに出入り口に職員を一人ずつ置いて、お年寄りが帰りたい帰りたいって言ったら、あのドアの前で何とか対応しようって言ってね、みんなドアの前でみんな寝てた、僕ら、うん、誰一人ねドアのところに来て帰りたいっていう人いなくってね、みんななんだみんな夜ベッドで寝るじゃんっていう感じだった。本当そんなレベルだったよ、うん、あの認証のグループホームっていうものを手がけた時の思い出ですけど、うん、本当にね夜あのこういうよくドラマであるじゃないですか。夜起きてきて大騒ぎになってしまうみたいなね。で、なんか窓から飛び降りちゃいかんとか、でも鍵もかけられないし、みたいなところに、僕ら自身が葛藤してた時期です。うん、石川さんはそういう思い出ってないですか？はい。私はなんか、なんかそんな環境はなかったです。いや、あの認知症の人、まあ、在宅からスタートしたからかもしれないんですけど、在宅での認知症の人の、あの、まあ、生活っていうのをすごく見てきているので、その、お一人お一人のなんか症状が皆さんそれぞれ違うっていうのは、やっぱり在宅してたら、100人いたら100人違うんですね。うん、だから今の例えば夜になったら寝れる人もいれば、もう本当に夜ずっと歩いてて、窓から出て隣の家の瓦屋根、本当にあの石川五右衛門とかなんかそのみたいに、もう瓦をぴょんぴょん飛んでお家出てきはるような人も実際にいましたし。それ今でもそういう人っているんですか？います。います。僕ね、介護保険ができる前のね、まあ、特養にももちろん関わってましたけど、あの頃の帰宅願望ってね、本当にね、学校、その老人ホームを学校だと思ってるとか、それとね、職場だと思ってる人がたくさんいたんですよ。そうでしたね。今でもそう、なんかそういうふうに思っておられる方多いですよね。ただ随分減ったっていうのが僕の印象でね。うん、もちろん、ここどこだっていうふうに混乱してる人が結構いたけど、職場だとかね、学校って思ってる人はね、最近あまり僕出会ったことないような気がするの、自分が施設をやりながらも。なんか、それこそ一概に言えないんですけどね。やっぱり、私、石川の経験では、やはり、軽度な人が在宅というか、在宅サービスとか使っておられるので、デイサービスに行って学校とか、というふうに思っておられる方、本当につい2、3日前も、新規の利用者の方は、自分の会社で、会社だったらすぐに、まあ、女性職員がお茶を持ってくるのに、職員がお茶を持ってこないって言って、ちょっと人を暴れされたケース、ついに3日前にもありました。うん。だから、やっぱり軽度の方はそういう感じですけど、今度施設が今重度化しているので、施設に入ってこられる認知症の方っていうのはもう、もっともっと進行されていて、夜中に、職員が、こう、もうあまりにひどいから、正の字書いて、カウントしてましたって言って、もうそれもあんまり私はいいことじゃないと思うけど、そのぐらいその職員さんしんどかったんだと思うんですけど、夜勤の間に300回呼ばれましたとかって、そういう方もたくさん今おられるので、やっぱりコールの問題っていうのはすごい今大きいですし、うん。やっぱりちょっと、特養とか施設にやっぱ重度化してると思う。お家とかでもう見れなかった人が、施設に入るっていう風になってきているので。で、昔はグループホームって、認知症のグループホームって、
自分では調理できないけど、一緒にスタッフの人としたら調理ができて、できたものをお茶碗にこう入れていくみたいなところとか、チラシを見て今日は何の献立しようとか言って買いに行くみたいなのが、私も本当に2000年始まった頃のグループホームってそういうイメージで、実際にそういうような仕事してましたけれども、今グループホームに入ってこられる方で一緒に調理をやっぱりするのはすごく難しいですし、ましてやそんなお買い物を一緒に行けるっていうような人はほとんど今もうないところが多いんじゃないですかね。だから軽度な方を入れているグループホームもありますけれども、でもほとんどがやっぱりもう少し重度化された方がグループホームに来られているので、軽度重度っていう問題は大きいけどね、僕が、ね、見ているのはちょっとそこじゃなくて、うん、その施設側の環境と接し方が変わったんじゃないかというふうに思うんですね。もちろんそれはあると思いますよ。みんなが学んできて、昔の老人ホームあるいはデイサービス、まあ、最近のデイサービスもね、大体ね学校とか病院とか職場に間違っちゃうのは、なんかその環境に近い環境だったような僕は思うんですよ。だから夕方になるとね、すいません、今日はご苦労様でした、いい仕事させてもらいましたみたいな人もいたりね。で、今やっぱりね、昔の老人ホーム、その在宅じゃなくてね、要は、引っ越ししてくるっていうか、環境を変えてくるわけじゃないですか。で、そういった時に、ここは何だって言った時に、どうも住まいじゃないなっていうふうに勘違いしてる人が多くて、で、僕がユニット型特養とかグループホーム始めた時ってね、そういう人ってね、ずいぶん減ったなって印象だったんですよ。ただ、ここは工場でもなければ学校でもない、なんかどうも住宅とか旅館なのかなと思いながらも、自分の居場所じゃないなと思ってうろうろしてる人多かった。だからね、本当に、昔の老人ホームって、ボーンと、中途半端に広い廊下があってね、で大食堂があって暗くてっていうと、どう見てもその人の中にある自分の住まいとはかけ離れたこの空間の中に追いやられて変化するわけじゃないですか。ここはどこか分かんないというよりも学校とかね、工場に見えてたんじゃないかっていう、僕ね、なんとかそういう気がするわけです。うん、まあ、今日も吉村さん聞いていただいてるけど、改造法っていうのが、まあ、そういったところにも影響してるんじゃないかなと思っててね。でもね、同じこの場所の見当がつかないっていう場所の見当障害でも、混乱の仕方が昔とちょっと違うような気がするんです。うん、だからある程度馴染んでいくと、馴染んでいくっていうかね、ある程度時間が経っていくと、自分の居場所として認識 していく期間が随分短くなってくるような気がする。うん、それはあるんじゃないかなと思います。もう、私がちょっと関わった、特養で、それこそ、入居された方が、夜帰りたいって言ったらどうしようって、それこそ思っていたけど、誰も、帰りたいって言った人がいなかったんですよ。逆に、こんないいとこ入れてくれてありがとうって言った人は、その多分最初の一週間で40人ぐらい入っていただいたと思うんですけれども、もうほとんどの人がこんないいとこ入れてくれてありがとうって言うて言い張るぐらいの、なんかこう、まあ民宿というかホテルと思われたような感じでしたね。そうなんですよ。だからね、お家だというよりも、ホテルとか旅館というふうに思ってた人結構いて、間違い、職場だとかね、学校とか病院だというふうに思ってる人がね、全部減ったような印象なんですよ。そう思います。私もそれは思います。もともとの老人ホームって、病院のようであり、学校のようであり、工場のような雰囲気を、どうしても建物が持ってたじゃないですか。玄関なんかでもね。そうですね。それがやっぱ暮らしに近づいてきてるので、そこではやっぱ安心感があるんじゃないかなと思います。そうだね。いや、それって結構環境面って大きい。人の力だけじゃなくて、
で、それはね、住環境の設計の中で、まあ、富山忠先生とか、あるいは優秀な設計マンが、北欧に学んで、それを日本風にいろいろ努力して変えてみた一つの結果なんじゃないかなと思うんですね。環境、まあ、場所の見当識障害というものが、随分それで、環境で変わったような気がする。で、そこに人の接し方っていうのが、教育の中で行われていくっていうかね。ただ、もちろんそうじゃない人たちもたくさんいらっしゃるから、人との傾向という話でしかない、ね。で、石川さんが提唱、石川さんなんて言ったらいいんだ、カンカン認知症学っていうのは僕も今マスターしてるんですけど、カンカン認知症学っていうのは石川さんにとったら、どういうふうに言ったら、カンカン認知症学、僕提唱者って肩書きを石川さん紹介するとき言うんだけどさ、カンカン認知症学の何って言ったら一番いいんですか？開発者、提案そう者。ですね。長い母の介護、認知症介護が今言ったような今までのところで、認知症の方と出会って、40年の。で、それこそ介護保険始まってからだともう20何年ずっと、認知症をお持ちの方と、出会った中で、やっぱりその人間としての本当になんか本質は変わらないなっていうふうに、思っていて、逆に、認知症を持っておられる方の方が、私よりも、なんか人に対して思いやりがあるなと思うような場面もたくさん、出会った中で、認知症を、持っていても、五感、その暑い寒いももちろんそうですし、冷たいとか美味しいとかっていうのはその五感と、そしてそこから出てくる感情ですよね。なんか自分のことももちろん怖いとか不安っていうのもありますけれども、美味しいもん食べたらこれを、お嫁さんに食べさせたいとか、誰々に食べさせたいとかっていうような、そういう、気持ち、感情とかが湧く、その五感のその情報が脳に伝わって、そこから生じる感情というもので、そのご本人を、理解して、私たちも一人のお互いの人間として、認め合っていくという関係性を作るというのを、カンカン認知症学で大事にしているところで、で、そういうのを、今までの経験と知識を、まとめさせてもらったのが、カンカン認知症学です。だからカンカン認知症学っていうのは、石川民子さんのこの経験上の集大成。そうですね。だからあくまでもこのエビデンスはどこですかっていうと、石川民子さんの経験がエビデンス。もちろん、知識というか、それなりに文献はたくさん読ませてもらいましたし、でもやっぱりその今その私たちがですね、一緒に私と一緒に介護してくれた仲間もたくさんいますので、そういう人たちと一緒にやってきた、経験値というところがエビデンスになるのかなと思います。まあ、エビデンスっていう言い方が適切かとか別にしてもね、薬物療法と非薬物療法とかいう言い方があるじゃないですか。石川さんはどちらかというと、非薬物療法側で、そうでで、す。非薬物療法研究会でしたっけ？日本非薬物療法協会というのの一応一般社団の代表理事もさせていただいてまして、非薬物のいろんな活動の方と、会も作っています。なぜそういう言い方を僕らがね、してきたかっていうと、やっぱね、医療から、薬物から来てるところが大きいからね。だから、あえてその非薬物療法。療法っていうと、どうしても医療の言葉だけど、まあ、それが、まあ、介護で行われる認知症の方々のサポートは、基本は非薬物なんだよね。で、もちろん薬も使うけど、その医療とは違うっていう意味では、全体的に非薬物、人の力、あるいは人の経験、あるいは人としてっていうところに重きを置いてやっているのを、そういう意味ではね、石川さんの存在自体がエビデンスでいいと思う。で、薬もさ、こう積み重ねじゃないですか。これでなんか脳の中の何の成分がこうなったとか、脳の画像がこういうふうに変わったっていう意味で、薬物は
エビデンスを作ってきたと思うけど、非薬物っていうのはやっぱり人としての経験でしかないんじゃないかと思う。でそのやっぱり経験っていうのは結構関わりの結果やと思ってだと思いますので、その関わり方の蓄積というかかなというふうには思ってます。その関わり方がやっぱり重要かなというふうに思っていて、でそれのいいものって言って変ですけれども、心地よくなるというか穏やかになるというところを、だからお薬って結局穏やかになったり心地よくなったり改善するということがお薬だと思うんですけど、薬物は、うん、その非薬物というのはお薬ももちろん使うこともありますけれども、その関わり、まあ、環境も含めてその関わりで、その人がその混乱しているものが落ち着いたりとか、その気持ちの不安が安心になっていく、それをお薬を使わずにその心地よいその状況になんかこうなるものが非薬物で、まあ、それの具体的な、まあ、考え方が肝肝認知症学というふうに私は思っています。うん。そっか。まあ、だから、まあ、石川さんの経験っていうのがね、闇雲にやってきたわけじゃなくて、いろんな学びだとか、はい。あるいろんなメソッドというのが海外からも来てるし、はい、日本でも試されてきたし、それを石川さんが現場で石川さんなりのそのやり方を、認証をお持ちのお年寄りにやった結果、もちろん人によってこれのやり方がいいとか、別に薬じゃなくてもこういうふうにしたら落ち着いて、はい、認証は治らないけど、生活自体が治っていくっていうか、生活自体が整っていけば、まあ、ある意味改善じゃないですか。うん、それが、まあ、僕の言い方だと中核症状は治らないけど、治らないっていうかね、やっぱりそれによって起きる行動、まあ、今でいう PTSD、うん、心理周辺行動が大きく変われば生活は安定していく。そうですね。だから暮らしが整っていくというか、暮らしやすくなるっていうところに、なんか私たちのそのサポートする役割があるのかなというふうには思っています。そうだね。いや、僕はまさしくそういう言い方で、カンカンっていうのは何だっけ、五感の感と共感の感ですね。感情に共感するって言ったから、五感をちゃんと理解して、あ、そんな風に思っておられるんですねとか、その例えばもっと具体的に言ったら、そういう風につお辛いんですねとか、でそんな風に嬉しいんですねとか、そんな風にこう考えておられるんですねっていう、その人の今思っていることに共感するというところの共感の感です。で、介護保険前にね、老人保健施設 の、 立ち上げに関わってた時期があって、でその時 の、 設計だとか補助金のね要件があって、まあ、石川さんもその辺は随分お分かりかと思うんですが、認証の方 の、 回路加算ってあったんですよ。結局各フロアにぐるぐる回れるゾーンを作れば、確かね、当時2000万とか2500万くらいの補助金が加算されたんですよ。うん、その当時は回廊式っていうのがすごくいいって言われてましたもんね。そうでしょ。で、お年寄りはこれ徘徊するんだったら、ぐる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 止まる場所がなくて回ってれば、それがいいからこそ回廊式に補助金が加算されたんですよ。そうですね。はい。今思えばさ、そんなやつをよく制度として認めたなっていうくらいの話だけど、当時は真面目にそう思ってやってたんだもんね。うん、そうですね。だって今でもあるでしょ？あると思うよ、回廊式です。今、その時の名残って言うて変ですけれども、その建物で、認知症を持つ方がたくさん暮らしておられますし、新しく作られる左高住なんかも、やっぱり回廊の底をイメージにされてるところもやっぱ多いかと思います、今できるのも。いまだにそういう設計のものがあるってことですか？うん、ありますね。もちろんそれ、火事の時に逃げやすいとか、ぐるぐる回るだけではなくて、安全性確保というところでも、まあ大事なものではあるんですけれども、
外につながってずっとぐるぐる回れるっていうのは、やっぱり今も残っていると思います。それはね、ちょっと微妙に違うと思うよ。だから、うん。例えば、避難通路として二方向避難っていうものと回廊っていうものは全く別のものでね。はい。これね、一種の言い訳でしかない。でも、なので、小川さんがおっしゃるように、回廊式っていうのは残ってますということです。いや、もちろん今、建物がね。残ってますよ。はい。昔がどの子じゃなくてね、昔はそういうことにしか頼る知恵がなくて、で、10年、20年かけてお年寄りと一緒に暮らしながらね、いろんなことを勉強して、あるいは認知症の人から教えてもらいながらね、認知症のグループホームが出て、ユニット型ができて、で、吉村さんがやってる回想法も一つの集大成を迎えて、で、スウェーデンからバリデーション、フランスからユーマニチュードというものが、まあ、日本に導入されて、まあそういったプロセスの中で石川さんが自分の経験をそこに乗っけてね、この感化認知症学っていうものを今集大成して、で、その教育、ないしは普及活動を今しようとされているという意味ではね、経験でいいと思うんですよ。ただ、例えば石川さんにしかできないとか、石川さんがいたからこそできるっていうのは一つの誇りではあるけど、やっぱりね、誰にでもできるっていうシステムにしたり、再現性をにしないと、本当の社会貢献にならないんじゃないかなと僕は思うんですね。まあ、それを速楽するという5つの誰でもできるメソッドにしているので、そうそうというコミュニケーションの方法で、クーアクリクリって言って、そのそうそうのコミュニケーションを後ろからする、まあ、バージョンとかっていうふうに5つの誰もが簡単にできるそのメソッドというかやり方というところをなんかまあ一応体系化させて、その頭文字を取った速楽するって、速楽するっていうのが今ちょっと介護現場でこうやっていただいてはいるんですけど、分かりやすくするには、ネーミングをして、パターン化するっていうかね、まあ、再現性を持たせる、まあ、仕組みとして説明した方が分かりやすいでしょ。はい。なので、今、その速楽すると5つの、具体的な、それ、回想法も入ってるんですけど、香りでする回想法とか、まあ、回想法が主じゃなくて、香りを嗅ぐっていうところが、速楽の空で、くんくんっていうところなんですけど、香りを使ったメソッドもあります。そこは、まあ、今言った思い出すっていうところですごくやっぱり効果があるので、なんかね、メソッドとかシステムとすると、なんかね、安っぽいって言わないけど、独占みたいなイメージがあるけど、伝えるためにはね、そういう表現って僕必要だと思うんですね。一言で言えば何ですかって言った時に、感化認知症学ですとか、そうじゃないとね、言葉として伝えられていかないじゃないですか。僕も介護経営の立場で認知症だけということじゃなくてね、介護経営を4つの括りで見てるわけです。だから1つは環境なんですね。環境って住環境ね。で、もう1つが認知症ケア、それから看取り介護。で、もう1つが食べること。僕が重要視しているこの介護経営を整えるための4つのポイントってのはこの4つなんですよ。で、さらにそこから地域っていうものに広げていくっていう、こう社会から離脱しないっていう意味ではね。で、これを僕はアイケアメソッドっていう言い方をしてるんですね。で、アイっていうのはインテグレデッド、統合する介護、アイケア、アイ介護という、これが僕の言い方。それは、まあ僕にとっては、あえてメソッドという言い方をしないと、伝わりにくいから、やってるんであってね。なんか、一種のこの独占の仕組みを、確保するためにやってるわけじゃないっていう。説明するために言葉にするとそうなるってことなんで。まあ、ぜひだから、石川さん自身がさ、非薬物だとか、そういったものを否定してるわけじゃないから。そういうのを統合的に見て、自分でたどり着いた境地が、
肝肝認知症学っていう言い方に妨害してるっていう、そういう理解でいいんですかね。はい、そういうふうに理解していただけるとありがたいです。で、今回一緒にですね、日本レジ協会の高齢者共感体験、高齢者疑似体験を改めて高齢者共感体験インスタントシニアっていうものに、新プログラムとして石川さんのこの肝肝認知症学をベースにした認知症体験、認知症共感かな、でそこに看取りという人生を終える時のこの心模様、あるいは身体状況も含めて看取り体験というものを入れて、高齢者の共感体験プログラムインスタントシニアを、まあ、もう一度集大成してやっていこうという、まあ、そういうところの狙いももう一つありますってことですね。でもう一つね、僕最近すごいこだわってるのがやっぱ生き方っていう、ここをもう一つ自分の中で整理したいなと思ってるんですよ。これも生き方っていうことだから一つのハウツーだよね。そうですね。だから目的みたいな、認知症ケアの認知症になっても生きていく生き方があるし、そろそろ人生が終わるよねっていう看取り期にも生き方があるし、だからこの生き方っていうところのディスカッションがちょっとなかったような気がするわけですよね。それはどうですかね、石川さんね。その共感するというのは、相手がどんなふうに、まあ、今で言うとこういった生き方をしたいのかっていうことが分からないと共感やっぱできないし、で共感するときってやっぱり自分の価値観がどうかっていうことが分かっていないと、やっぱりその特に違う価値観の人に共感するっていうのはやっぱ難しいんですね。だからやっぱりその共感するっていうことはやっぱ分かるって、で、ただ 100% 相手が分かるようなことはないと思うんですね。お互いに自分のことだって理解できないことがあるんで、うん、だから私はいつも共感しようとするっていうか、分かろうとするっていう気持ちが共感をやっぱりその質の高いものにしていく、上辺だけあそうなのではなくって、うん、だからそのために自分自身をの生き方っていうところを考えたり、相手の生き方を考えたりというのは、肝肝認知症学の一番結構最初の方に、まあ、どんな介護を受けたいかとか、どんな生き方をしたいかとか、認知症になってもどんなふうに暮らしたいかとか、今のその、どんなふうに最後を迎えたいかとかというふうに、まず学びの最初に、自身の、考え方っていうのをグループワークしていただくことがすごく私は多いです。そうだね。まあ、そういうのグループワークされるの。はい、しますね。誰と？そのセミナーだったセミナーの参加者と。あ、お年寄りとじゃなくて。ね、その、私は今サポートする介護の人のことなので。で、もちろん、本人さんというか、認知症を持つ方がおられる時も稀にあるので、そういう時は本人さんにも参加してもらいますけれども、ご本人が参加するって結構重要なんじゃないかと思うんですよ。うん、重度だから無理っていうふうに、決めつけない方が僕はいいのかなと思ってて、常日頃ね。てか、まあ、社会活動って言うと変ですけど、社会的な催し物は基本的にご本人さんが来てもらえるってことを、念頭においてできるだけ働きかけますけど、まあ、介護職のセミナーという時には、認知症のご本人がセミナーには来られること。でも今までに、一人ありましたけど、自分が介護をしてもらうために、このセミナーに来て学びたいと思って来たっていうのがありましたけど、来てくださったことが。もちろんセミナー会場に、ご本人が来るっていうのはね、想定してないんだけど、やっぱり来た人たちが現場に戻った時に、同じことをやるわけじゃない、うんうん、特に当事者の方が いらっしゃれば、うんうん、やっぱり当事者を抜きにして、うん、まあ、それは多分ね、私の知る限りでは建前論かもしれないけど、特養とかグループホームなんか特にですね、グループホームなんか本当にグループホームの9人の方のいている横で
グループホーム会議すること多いから、本人さんにも入ってもらったりどうなのかなとかっていうやり方、すごく今やってるとこ多いと思いますね。ね、まあそれはもちろん一人一人のね、うん。判断能力だとか状況によるけど、基本はね、まあ、ケアマネージャーのそういうサービス提供責任者会議っていうんですか、あれはご本人と一緒にっていうのが原理原則、そうなってるんでしょ、あれ。そうです。だから、まあ、結構在宅のケアマネージャーさんはご本人さんと一緒に、サービス担当者会議してる率高いと思いますけど。ね、だそれはだって基本だもんね。うん、別してると思いますよ。だから、本当にもう、そういう意味でも、介護保険始まる前と始まってからっていうのは、本当に大きく変わりましたよね。まあ、介護保険制度の、まあ、いろいろ矛盾点もあるかもしれないですけど、今言ってる本人をあと一緒にやりましょうっていうのはもうやっぱそこで徹底的にもう今25年そのことをやってきているので、結構私的にはご本人さんの意見とかご本人さんをそこの場にいるとか、あとなぜご本人さんがここに来れないのかという、だから来れないから呼べないんじゃなくて、来てない理由というのもしっかり担当者会議のところに書いていかないと、やっぱり何でしょう、書類の不備になりますから、もう今そういうところはすごく進んでると思いますね。そうだね。やっぱりね、僕はキーワードはね、生活っていうのが僕のにとってキーワードなんですよ。生活からこう離れてないかっていうね。で、なんか悩んだ時に、これが自分のうちだったらこれは許されるんだろうかとか、基準はそこなんじゃないかと思うんですよ。でもうちに住めなくなれば、やっぱお家を再現するか、お家と同じような気持ちでいてもらうために、生活を犠牲にしないというのが、僕が学んできた関わり方でね。多分施設の基本はそこにあると思いますよね。だからよくね、病院、そう、俗に言う病院ね、治療する病院ね、高度病院。ここはね、やっぱりね、生活を一時的に犠牲にして治療に専念することが優先されるケースが多いので、だと思います。だから病気は治る、傷は治るけど、生活が逆に言えばさ、犠牲になって戻ってくるみたいな、そういう人が多いですよね。病院ってそういうところで、それが悪いんじゃなくて、病院は治療する場所だから、生活を整える場所じゃないよねっていうのを、もう一度再認識しないと、病院にも生活を整えてくださいっていうことを期待しちゃうとさ、治療に専念できなくなっちゃうんでしょ。ただ逆に言えば老人ホームはその逆だよねっていうことですよ。まあ、そういうお弟子さんっているんですか、結構。石川旅行のお弟まあ子。というか、嗅覚、香りの方は嗅覚し、訓練指導士っていう資格をちょっと発行してるんですけど、まあ、ちょっとずつですけど、嗅覚訓練指導士の方も増えてきてますし、まあ、カンカン認知症学も、一緒にやりたいと言ってくださってる方もやっぱいますし、まあ、いろんな、介護現場で実践してくださってる方も、まあ、徐々には増えてきてるので、まあ、その方たちが、まあ、お弟子さんと呼ぶと、お弟子さんがいます。そうだね。でもそれは介護で働く人たちにとったら一つの励みになるし、目標になりやすいですよね。だからそういう意味でね、分かりやすい表現を作ってあげた方がいいんですよ。これはあれでこれでって言うんじゃなくて、これはこういうもんである。こういう、例えばカンカン認知症ケアに基づいた今日は実践なんですって言うと分かりやすい。なので、Facebook にちょっとそういうデイサービスの活動を上げてくださってる方には、それを、カンカン認知症学のクンクンですね、とか、スルスルですね、っていうのをちょっと最近、してくださってる方には、そういうコメントをちょっと入れるようにはしてるんですけど、結構、全国で頑張ってくださってる方はいます。ですから今日聞いていただいている方々にもね、その介護絡みとか高齢者の方々に届けたい商品サービスの時には、ネーミングって大事ですよ。
というのが一つ、それと、そのネーミングの、まあ、なんていうんですかね、コンセプトっていうか説明の仕方、今日はこうやって音声でお届けしてるけどもね、あの言葉としてどう伝えるかっていうことの試行錯誤ってあると思うんですよ。でね、ディスカッションしてると、おのずと言葉って出てこないですか？その石川さんってそういうの得意じゃないですか？カンカンとかなんだっけ？即楽するですか？なんだっけ？もう一回言ってくれる？即楽する？そうそう、くりくり、楽楽、するする、で、ですね、即楽する。そういうのはアイデアマンだよね。あの、それはやっぱり介護の現場の人にね、なんかこう、あの、スッとなんか自然に、こう、そういうふうなことが出てくるように、あ、これそう、あの、そうそう、だから思いやるって、そばに立ってるっていうか、思いやってそうっていうのが、そうそうっていうふうに思い出して、そのそうそうのコミュニケーションの3ステップというか、最初にきちんと相手の人、あの、を、なんかこう、ちょっと関係性良くするっていうのは、そういうようなところ、すぐ思い出してもらえるように。だから、あの、ちょっと介護現場でも、それって、なんか、そうそうが足らんのんじゃないのとかって言ってくれたら、みんな、あの、言ったらみんなが、あ、そうですって気がついてくださるので、私が、まあ、あの、アドバイザーに行かせてもらってる施設は、やっぱりこの即楽するが合言葉になってます。うん。あの、今日吉村さんも聞いてくれてるけどね、吉村さんが使ってる回想法っていう言葉を使うじゃないですか。で、回想法っていうのはある意味もう固有名詞としては認知されてるけど、もう一つひねってオリジナルワードがあった方がいい、よくないかな。回想法に、まあだから今の石川さんの言葉を代わりに言うと、回想法に基づく想像ってことだよね。あの石川さんのジャンルで言うと。うん、そうですね、コミュニケーションのところですね、そうそうとか、あとなんかカンカン認知症学的に言うとするするかなっていうふうに思うんですよ。回想法って自分から語ることなので、普通なんか誘導されてお話しするっていうことが多いですよね。特に認知症の人はなんかこう会話ができないと思って、なんか相手からやっぱりこう相手が投げかける会話での例えば今日これ食べるとか何々するとか、あの、空きれいねとかっていうふうに、こう、相手から言われたことに答えることが多いと思うんですけど、このするするっていうのは、ボールを例えばキャッチボールするのは、あの、認知症の人から言ったら、介護の人に投げられたものを受けるっていう感じじゃないですか。でも、昔私たちよくしてた壁打ちというか、壁にボールを自分で投げて帰ってくる。ものを受けるっていうのは、受けたくなかったらそれもうほっといたらいいし、落ちてでも自分がコロコロ拾っていってまた壁に打つっていうふうに、それ自発性というか、うん、それをするするって私は言ってるんですね、自発性のことを、うん、だからそういう回想法でご自身が自分のことを語られるのは、私はするするの分野やなと思って思ってるんですけど、うん、で、両方の方がそうそうするするになんだけど、そうそう。くんくん、あ、なんか、で、あの、回想法、私の中では香りからどんどんその、やっぱり思い出すことっていうのが、あの、まあ、それこそ根拠ある、エビデンスのある香りと、あの、記憶っていうのはもう、なんていうかね、こう、根拠があるところで、香りを嗅いでもらって、例えば今日もあったんですけど、おみかんの香りを嗅いで、子供の時の遠足のお話を、おみかんの香りを嗅いだら遠足の話を自分からお話しされるので、あと運動会のお話であるとか、みかんにまつわる思い出っていうのをご自身からお話しされる、それはスルスルというところでやってます。あの、いいとか悪いとかいうちょっと判断はもちろんできないけど、うん、その吉村さんのね、回想法によるそのビデオ制作というような、あの、名称だったと思うんですけど、うん、もう一つこのニックネーム、愛称みたいなのがあった方がいいね。で、長いスパンで見ていくと、回想法ってほら、誰かが作った言い方じゃないですか。そうじゃなくて、吉村さんオリジナルのワードって作っていいんじゃないかなっていうか。で、多分ね、今日は吉村さん声が出ないけど、吉村さんがこういうディスカッションしながら、石川さんのようにね、
吉村さんが大切にしているものっていうのがもっともっと実は極めていくとあるんじゃないかと思うのね。それはね、語ってると出てくると思うよ。引き出されてくる。あ、本当は自分は回想法と言いつつも、回想法の中でもここなんだとか、回想法にこれをくっつけてるんだとかいうのが、あるのかな。まあ、それを今度ね、ディスカッションしましょう。石川さんだったらどうですか？なんかその回想法っていう石川さんの理解の中で。私、はい、多分一回なんか吉村さんお話しさせてもらったことあるのかなと思うんですよ。ほんで、その時にお聞きした時に、やっぱりご本人が、ご本人の大事にしているところを、なんか、こうビデオに作ってくださったり、家族がその大事に思ってるところをなんかポイントに、なんかこうそれをなんか作ってくださるのを、なんかドラマチックにというか、ご自身でなかなか表現できないのを、なんてこう、うん、まあ、ドラマチックというか、感情のメリハリをつけて、なんか再現してくださるような、まあ、再現ビデオって言って変ですけれども、ね、ありがとうございます。そう、おうてますかね。そんな感じだったので、なんか私、だからそういうご本人が語る、そのご本人の心の中の宝物を引き出す感じかな、というふうに思ってたんですよ。人生の宝石みたいなものを。ね、だからそういう言い方される方が、受け止めやすいよね。なんとか法っていうのは、なんとか法だけど、うん、例えば、そういう言い方って欲しいねっていう。うん、なんか、うん、私もし、また、なんていうか、そういう、なんか、カンカン認知症学的な件のところから、吉村さんのその仕事の、なんか、整理を、なんか、するお手伝いをさせてもらえたらなとは思ってまして、私はだからそういう宝石箱とか宝石とか、なんかそういうイメージで前お話聞いたときに思ってました。宝石箱？うん。だから石川さんってね、うん、なんかこの医療的エビデンスとか科学的エビデンスを完全に無視したり度外視して自分の理論だけを語ってるわけじゃないからね。それをちゃんと受け止めながらっていうか、それをちゃんと理解しながら自分なりのこの強弱を整理していって、それがだから自分の実践に基づいて、なんかやってみたらもっとこうだったとか、もっとこういういい方法があるとかいうことの石川さんなりの一つの経験値でしょ？そうです。もともとやっぱりエビデンスがあって、人から学んだり聞いたりしてやってみたら、また自分なりのオリジナルが完成してきた。そうです。だから、そういう意味ではね、例えば今言ってる曹操っていうコミュニケーションって、ユマニチュードとか、あとバリデーションとか、そういう今、認知症を持つ人にすごく寄り添っていく、メソッドっていうのが、あった中から、それをより具体的に介護現場で、誰でもができるようにしたというところが、まあ私の、自分ではそれが曹操やと思ってるんですね。うん、いろんなその講習会に行って、それをすごく極めて、やらないとできないものじゃなくて、もう聞いてもらったその日から、その人が、なんかその曹操というその、最初の関係性づくり、で、そしてその関係性づくりを大事にした声かけ、で、最後は、ありがとうって言って、一緒にさせてくれてありがとうっていう感謝の気持ち、その三つを、なんかこう、実践していってもらうっていうのが曹操で、なんかそのやり方っていうのは、その曹操の、セミナーを受けて、1年目にやってはることと2年目にやってはることって、やっぱどんどん変わってきて、さっき私も長くさせてもらってるので、やっぱり5、6年それをなんかやってくださった人っていうのは、やっぱりもうすごいその、なんていうかね、その人の、なんていうかな、ものになってきてるのでね。だから私どっちかというと、だから本当に基礎というか種まきですね。その頃、なんて、即楽するを、ご自身のものとして使ってもらえるようにお伝えしてるっていうところは大きいので、だからその吉村さんの回想法も、なんかそういう意味ではなんかこう、その回想法がまたどんどん育っていくと思うから、なんかその種まきをする感じのなんかネーミングがいいんかなと思ったりもしますけど。そうだね。回想法から始まって、
そこにまたいろんなね、薬物だ、非薬物だ、バリデーションとか出てきたから、回想法ってなんかベースのベースのような気がするけど、実はもっと奥が深いんだなっていう気がするんだよね。うん、で、まあ、石村さんとお話しさせてもらうときは、それがね、まあ、先に、まあ、この世から旅立ったお父さん、お母さんの、それがお子さんたちに引き継がれて、今度お子さんたちの生き方っていうかのところにもなんかこう、なんていうか影響を与えるのかなと思って、毎回面談させてもらった時にすごく私は思っていて、だから依頼者がお子さんが多いっていうふうにお聞きしてたので、だからご本人のためにももちろんなるんやけど、それを残してもらった今度家族さんがそれを受け継いでいって、今度それがまたその次の世代にも受け継いでいけるような、なんかビデオになっていったらいいなというふうには私は前回思ってました。うん、僕は今介護選びっていうね、介護相談じゃなくて介護選びっていう言葉にこだわってるのは、選んで選択っていうのが重要だと思うからですよね。で、この間のライブでも、人生最後のギフトっていうショルダーコピーで使ってるんですよ。子供から親への人生最後のギフトが介護である。介護選びである。中途半端に選ばないよね。で、親からすると、寝たきりだろうが認知症になろうが、この人生最後の生き方とか苦しみ方だとか楽しみ方は子供への最後のプレゼントなんです。プレゼントというよりも親から子供を言えばね、最後のしつけっていうね、教育っていう。で、子供からは感謝の、お返しみたいなね。もうギフトって言葉結構好きでさ、プレゼントよりギフトっていいかと思う。今の石川さんのお話聞いて、親に何かしてあげたいというよりも、親が何か伝えたいと思ってるんじゃないかっていうような捉え方と、ちょっと見方変わるよね。うん、だと思います。で、その映像を見たら、その親が伝えたかったことが、実は3年後、5年後に気がつくかもしれないけど、そうね、うん、今はなかなか気がつかないよねっていう意味で、この映像に撮って残しておくっていうのは、重要なことかもしれない、ね。私、ケアマネージャーをしてた時に、やっぱりたくさんのやっぱり看取りを経験させてもらった時に、その、まあ、看取りだけじゃなくて、介護、そこの前段階の介護もそうですけど、その介護が次の子育てっておかしいですけど、まあ、お父さんお母さん、そして介護者、その方のお子さん、その人の、こう、なんて、みんなの、特に亡くなった後にね、まあ、お礼にっていうか、来てくださって、で、続く人だったら1年2年って言って、まあ、そこの、なんていうかね、事務所のところに寄ってくださるような関係性があったので、今言ったように、本当になんかこう、うん、お父さんお母さんが残してくれたことを自分の子供、孫にもものすごく影響、良くも悪くも影響を与えるっていうのは、もうすごいケアマネージャーの時にすごいもう実感したんですね。うん。だから、その吉村さんのその回想法っていうか、そのビデオを撮られるのはすごく私も興味あるというか、本当になと思いました。だからいい例もいっぱい見ましたけど、反面、ああという感じの、やっぱり、なんかこう、その関わりが、やっぱりお孫さんとの関係性にもすごく出てきて、その、介護者のお子さんとね、うん、出てくるっていうのは、やっぱり介護のあり方っていうのが、その後の、なんていう生き方にも全部すごく影響を与える。僕やっぱりね、まあ、人生は生物学的に終わるんだけどね。やっぱね、引き継ぐものだと思うんだよね、うん。で、引き継いでいけば終わりがないじゃないですか。だから要は、継承、命の継承であり、で、その記憶を語り継いでいくことによって、ドラマ、まあドラマっていうか物語は永遠と続くになるわけですよ。で、それを多分ね、僕らはずっと引き継いできたんじゃないかと思うんですよね。だから、私の、うん、ごめんなさい。私の孫はね、
私の母の生きてる姿って誰一人見てないんですよね。今私孫4人いるんですけど。だけども、私よりも一回も会ったことない私の母の方の方がね、孫には影響が大きいんですよ。で、みちこでミッチーって言われてたんですけど、ミッチーだったらこうするよねとか、ミッチーはこうだねとかって、見たことない、本当に会ったみたいに思って、誰一人うちは孫、その私の母に会ってないけど、そのミッチーという母の単語は結構しょっちゅう出てくるんですよ。で、逆に私がもし死んでも、私のことをこんな風に言ってくれないんじゃないかなと思うぐらい、やっぱり亡くなっても存在感というか、あるっていうのはこういうことやなっていうのは、やっぱり私、日常的にもすごく思ってて、その母が私に残してくれたものはすごく大きかったなと思います。いや、それがね、人生を終えた人の役割なんだと思うのね。生きてる人ってはまだ実在するので、その命を引き継いだ時に、おばあちゃんの魂とか生き方っていうのは、この引き継いだ孫の中でね、実を言うと新たな命を、控えしているので、だからおばあちゃんを通して自分の考え方を、語りたくなるんだと思うんですよ。でも石川さんはまだ生きてるので、民子さんだったらこうだねって、現実の実在の人の前で言えないじゃないですか。でも亡くなるってことはそういうことだよ。その人が、題材になって、美化されるというよりも、命が続くんだよ。そのお孫さんを通して。で、お孫さんは、おばあちゃんという人を通して自分の命を語ってるに過ぎないんじゃないかと思うのね。だからそういう意味では、繋いでくれる命、であれば、その映像を残して、後でじっくり見ながら、何言いたかったんだろうねって、ずっとね、向き合う動画っていうのは価値があるし、ね、いいと思います。あ、なんかこの時に、顔引きつってたねとか、シワが輝いてたよねとかね、なんかね、あると思うよ。だから亡くなった人もさ、偉人、特に偉人ね。坂本龍馬とか、西郷隆盛。だって亡くなってからさ、時の人になってる人たくさんいるからね。まあ、あの人たち生きてる時から実績残したけど、あれはね、語り繋いできた人たちの実績なんだよね。坂本龍馬って賛否両論みたいで、要は脱藩者だからね。だから地元の人から見たら脱藩者だけど、司馬遼太郎からしたら、司馬遼太郎が坂本龍馬を作り上げたんじゃないかと思うわけですよ。で、そこにみんな自分の思いを坂本龍馬に託してるんじゃないかと思うのね。まあ、ということで、僕ね、最近こだわってるのがあってね、やっぱね、ウェルビーイングっていうね、これも使いふ、あちこち使われてるので、自分の言葉としてあまり使いたくないキーワードなんだけど、ビーングっていうのは存在っていうふうに僕は捉えてるんですよ。だからそこにいるだけで十分、認知症だろうが、ご飯食べられないだろうが、そこに命ある限り、そこにいてくれ、その存在だけで十分だよっていうのがウェルビーイングだと思うんですね。で、僕らが提唱しているウェルエイジングなので、この年を重ねるということも、一つはいいことだよねっていうね。だからもう存在自体を認めて、で、もう一つポジティブに行くと、僕はね、役割だと思うんです。役割っていうのが、その人らしく、あるいは選択肢というね。それを示すことによって、もう一つ人生のつなぎ方があるような気がするわけです。だこれが僕にとっては生き方なんです。あるいはビジョン。どういうふうにして、どういうビジョンを持って、どういう選択をしていくか。道は三つあったけど、これを選んだんだね。で、そのビジョンはこうで。だからこういうふうにして、こういうふうにして。でもそれが孫が引き継いでくれるもの。あるいは僕らが語り繋いでいくもの。で、それを動画にしてくれる人がいる。で、最後のそこの、
生活を整えてくれる感化認証学があるというところで僕らはチームなんだと思うんだよね。はい、ということで、今日も音声として、記録を取らせていただいています。で、この間も吉村さんとディスカッションをして、前回もそうだったんですが、この話し合いを見てもらうことが重要だと思うんです。この話し合った結果は、例えばウェルビーイングであるって言っても、なぜウェルビーイングが引き出されたかっていうプロセスが見えないと、次のステップに行きにくいような気がするわけですね。ですからこれを、動画で撮っちゃうと、重々しくなっちゃうので、こういうふうにディスカッションしている記録を音声に残して、外に、発信してですね、一緒に考えてもらって、かつ自分の取り扱っている商品、サービス、教育の説明材料に、みんなでしていこうということが僕の音声配信の狙いです。はい。じゃ石川さん、最後に今日の印象を、これから音声配信に対する抱負があれば、心構えがあればお伝えください。はい。聞いていただいたら答えられるけど、なかなか自分でなんか語ることができないので、こういう形とっても、ありがたいなっていうふうには思います。で、あと、常に、感化認知症学っていうのは、自分の中で、こう、自問自答はしてるんですけれども、でも、いざとなったら聞いてもらってもうまく語れない私もいてて、ちょっと、またそこ、課題です。何度もね、今日語ったことが全てじゃなくて、石川さん、この間こう言ったのに、今日違うじゃないかなんてことは言わないから、語って熟成していくんだと思うの、言葉も考え方も、ね、はい、だから何度も語って、うん、自分の言葉として作り上げてください。そうですね。で、その影響を僕らも受けてるからね。はい。いや、吉村さんちょっと声出しできないねんけど、なんか聞いてもらってどんなんやったか、ちょっと感想は後でなんかちょっとメッセージでもいいからもし入れてもらえて嬉しいです。なんかうまくどんな風に聞こえてるんやろうというのはすごく思います。今日は吉村さんをリアルタイムで聞いていただいてるけど、これを配信すると、うん、そのアーカイブ音声として聞いていただく人のコメントももらえたらいいよね。ね、はい、なんかそれすごく思います。うん、はい、ということで、今日はなんていうの、ご視聴じゃないんだな。傾聴していただいてありがとうございました。また皆さんと語り合う、その語り合うことを商品の説明に付け加えていきたいというふうに思いますので、ありがとうございました。はい、じゃあ、配信をストップします。